スパイラルボーカル高です。今回は、サンキューフォーオール、雑誌の取材で、こちら目黒6メーカーの方にお邪魔しました。このライブハウスですね、十数年前、俺たちがまだ地元にいた頃ですね、当時トランスティックナーブというバンドをやってたんですけど、その時によくここでやらせていただいてて、まあね、ヒデさんにこのライブハウスでライブをね初めて見てもらうっていう、お会いできるという約束をした、本当に思い出の深いライブハウスです。まあそんなようなことを今回のね、取材でいろいろ語らせていただきました。ぜひ、皆さんに見てもらいたいと思います。普段バンドのねデスパラの活動では見られないような場面とか、いろんなことを語ります。ぜひ、見てみてください。そしてもっと、知ってもらってね、デスパラのライブとか音楽、言葉とかそういうのに照らし合わせて聞いてもらえたら嬉しく思います。それではデスパイラル高でした。